名古屋市交通局6050系電車は、2010年に名古屋市営地下鉄の桜通線用として登場した名古屋市交通局の通勤系電車である。桜通線としては6000系以来16年ぶりの新形式であり、近年の技術の急速な進歩と社会ニーズの変化に対応するため、2009年から2010年にかけて5両編成4本が、の並み、 特殊ゲマ延伸開業に伴う輸送力増強時に導入された。当初は6両編成で製造される予定だったが、建設費削減や需要予測の見直しなどにより5両組成とし、6000型に倣って運転台が右側に配置、ホーム作成予想値が搭載されている。LED 式行き先表示器外観デザインはこれまでの丸みを帯びたものから直線を多用したものに変え、 ステンレス構成の車体は、カミリーダ17000型まで採用されていたビードプレス工法をやめ、桜通線で初めての日車式ブロック工法が採用された。終電装置はシングルアーム式パンタグラフを各電動車に一機搭載する。正面は垂直方向に交代角を持たせたくの字とし、シャープなイメージを演出している。全小灯と尾灯は6000型と異なり、 縦型が採用された。行き先表示器は桜通線で初めての LED 式となっている。客室の窓ガラス上下には桜通線のラインカラーである赤帯、桜通線で初めて客用、ドア部分にも赤帯が配された。冷房装置は集約分散式を各社の屋根上に2機搭載し、1機あたりの冷凍能力は2 4 4 2ットである。座席は オールロングシートであるが、構造は、カミリーダ17000型で採用された方も知識を踏襲する。冷房装置搭載箇所の天井は段差を解消し、結果として、室内空間の拡大が図られている。形状は、JR 東日本 E233 系や名鉄、4000系と類似のものに変更。座席端部の仕切りが大型化 客用ドア間が 50mm 拡大されたことにより、その座席幅も拡大されるなど、車内設備が東山線 n 線1000型と異なる部分も多く見られる。桜通線で初めて客用、ドア上部に1両あたり4台、地取り配置されている車内案内表示器は6151、編成のみ東山線 n 線1000系。 N1104 編成までと同じく32-256の2段表示による横長 LED 式だったが、6152編成以降は、名古屋市営地下鉄で初めての17インチワイドの LCD 式、名古屋市営地下鉄で初めて7人掛けシートの座席間にスタンションポールが1本、全客用、ドア上部の左右2カ所に、ドア開閉動作開始ランプが設置された。 このほか、客用ドアの室内側は化粧板仕上げであり、客用ドア遊仮面は識別を容易とするために黄色とされた。車椅子スペースは6000系6114、編成以降の両戦闘車への設置から一両に一箇所への設置へと拡大されている。右側のディスプレイの駅名表示は日本語、英語、韓国語、日本語、中国語を回転させながらアニメーションのような表示をする。 ホーム案内も進行方向から向かうような感じで表示している。この技術は東京地下鉄8000系後期更新車と16000系、都営地下鉄10から300系一部編成と12から600系一部編成、大阪メトロ3万系未動筋線使用車にも採用されている。主回路システムは東洋製の VVVF インバータ制御である。 制御素子は6000系の GTO サイリスタからイベットに代わり、回生ブレーキ及び全電気ブレーキ機能を有する。また、PG センサレスベクトル制御を採用したため、空転や滑走時などでも安定したトルクを得ることが可能である。インバータ装置1機につき4個のカゴ形参照、誘導電動機を駆動する 1C4M 方式を1ユニットとして、電動車各車両に搭載されている。 カゴカタチ3小誘導電動機の定格出力は1 7 0ットである。歯車比は6.19で6000型とは異なる。ブレーキシステムは、車内信号式 ATC に連動し遅れ、米制御機能を有する回生ブレーキ、併用電気、指令式空気ブレーキを採用している。空調機器などに電源を供給する、補助電源装置は、 イベット素子による静止系インバータを両先頭車に各一機搭載している。台車は住友金属工業製のボルスタレス空気バネ台車で乗り心地改善を図る目的で軸箱に密閉式、円筒コロ軸受けを用い、軸箱指示はモノリンク式である。駆動装置は従来の名古屋市営地下鉄の車両と同様にギアカップリング式平行化等駆動方式を 採用している。空気ブレーキや空気バネに圧縮空気を供給する空気圧縮機は、6000型と同様にレシプロ式であり、6250型と6750型に各一機搭載する。判例2010年2月8日に6151編成が日本車両製造豊川製作所から名古屋鉄道大江駅に公衆輸送され、26日に 鶴舞線内で試運転を実施し、7月5日から桜通線で営業運転を開始した。なお、名古屋市交通局は18日までに6050系の運用ダイヤを公表していた。2010年12月2日から16日にかけて6152編成、6153編成、6154編成が順次導入された。 モニタ関連改造前駅にホーム作が整備された2011年7月23日から駅発車後の広報監視は車上モニタからホーム設置モニターに切り替えられ運転台パネルの車上モニタ撤去及び運転状態表示モニター移設が行われた車体連結部台座の転落防止ホロ撤去ホーム作導入に伴い2013年から2014年にかけて全編成に 車体連結部台座の転落防止ホロ撤去が行われた。車内の Wi-Fi アンテナ設置2014年11月4日から2015年3月末にかけて全編成に車内の Wi-Fi アンテナ設置が行われた。乗務員室内貫通扉前の手すり付き非常端子、追加搭載2017年3月には全編成に乗務員室内貫通扉前の 手すり付き非常はしご追加搭載が行われ、専用カバーがかけられた。なお、形式によって固定方法が異なる。車体側面のステッカー追加2018年7月には、全編成に車体側面のステッカー追加が行われた。LCD 式車内案内表示器の多言語化2020年6月には、6152編成以降に、 LCD 式社内案内表示器の多言語化が行われた。ありがとうございます。